時刻は18時半を回りました。今週もこの時間は仕事日とお送りしていきます。この番組は毎週素敵なゲストをお呼びして、お仕事の内容だったり裏話、お給料の話まで聞いたことある仕事だなっては思うけど知らないような、奥深い内容のことを聞いていこうかなという番組になっています。転職を考えている方や、就職を考えている方、就職活動の方、いろんな方に、聞いていただいて役立てていけたらと思います。この番組はスマートフォンで聞きたい場合はスマホアプリのリスンラジオを通して聞くことができます。またパソコンなどで聞きたいという方は FM ギノワンのホームページにて、お楽しみいただけます。はい、ということで今週も始まりました。はいはい、ギリギリだな。ギリギリか、3回ぐらいギリギリなところがいや本当に入ってなんか濁してたけど、第2回目だからあの最初の喋る内容がな変わってうう、ね、まだ全然慣れてないっていうところがあるんで、じゃ慣れてないからちょっとその辺は多めに見てもらえれば、はい、と思います。で、一応前回第1回目の方が、シラドタスクさんに出ていただいて、土木建築と土木の違いだったりとか、お給料事情、土木と建築って、ね、何が違うのか結局また掘り返す前回もまあその話してたけど、前回もね、してたけど、一応まあ地面と上がお前、俺は分かるからさ、土木お前はどういう、俺はまだ理解できてないいいの大丈夫それ、いいのかまた次建築の方をお呼びして第何回かで聞くから、もう分かってない状態で次のゲストをお呼びしていこうかなと思ってます。で、今日のゲストは前回少しご紹介させていただいたんですけど、沖縄で結構多い季節労働、好きだね沖縄の人、好きなのかっていうところは分かんないけど、やっぱ季節に行く方ってやっぱ多いかなっていうところで、そのじゃあ季節っていう聞いたことあるけど、じゃあどういう流れで季節に行くのかとか、あとそういったお給料だよね、やっぱり一番季節労働で魅力的なので、じゃあお給料の事情とか、実際にあっちでの生活はどうだったのかっていうところを、今日、聞けていけたらと思いますので、CM 明けてから、はい、その辺をお話できたらと思っていますので、一旦はい、CM お願いします。親子3代で楽しめる東南植物楽園、ここでしか見られない珍しい植物にガイドツアー、可愛い動物にも触れ合える、地元食材でもてなすレストランピースも好評営業中。東南植物楽園。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい？ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しいやってる？牛角宜野湾店好評営業中。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車中古車のご相談なら宜野湾中古車街道長浜モーター 892-3719 892-3719。 レンタカーやってます。はい、では本日も仕事人をお送りしていきます。今日の、ゲストさんはですね、自分、前回も同じように、僕らと同年代の手頃のやつからね手頃って言ったら手頃でもないけど、一応自分らと同じ世代ですね。24歳、言ったら社会人2年目になる、年の、世代の、方をお呼びしてます。で、今日のゲストの方はですね、自分とが何年前だ、6年前ぐらいに知り合って、もう結構6年ぐらい、一緒に遊んだりとか、いろいろ仕事をした時期もあったような方で、なんでじゃあ季節労働にいたのかとか、そこでの、お仕事内容について聞いていけたらという形で考えてます。じゃあ簡単に自己紹介の方お願いしてもいいですか。はい、はい、あ、どうも皆さん、はい、さい、闇です。はい、闇でいいですかね。名前闇で読む、あの匿名で、闇さんね。今 YouTube 撮ってる。いや闇って名前で、あの、びっくりした、頭だよ、高校の時の。はい、はい、さいっていうチャンネル解説してんのかな。から大事だから。
うん、解説してるけどな。あ、そうなの。自分のチャンネルもあって。そうそうそう。まあそこでも闇ですって言ってんの。はず、マジで当たってるし。当てる。はずさよや。全然全然。はい。はい。何から。なります。で、まず自己紹介。まあ、うん、まあ名前ぐらいでいいや。で、この季節労働っていうところについて知りたくて、まず季節労働って。はい。何なのって言ったらあれなんですけど、なんかどういう仕事って決まりはある？季節労働、うん、例えば工場での仕事、あれっていうかアイキも季節労働言ってたよな。それなんか沖縄あるよなとか言いながら、そういえばちょっと申し訳ないですけど、うん、前回のゲスト、今回のゲスト、うん、全部俺仕事やってる、全部やってる、もう呼ばなくても喋れたぜ、喋れたんって。まあでも違う、ね、違うジャンルで、アイキーが東京だっけ。そうだな。で、ヤミーは、ヤミーは京都、京都のお仕事をしてた方で、もうゲスト2人。あの京都って言ったらさ、うん、もう大丈夫グッってなるよさっき言ってたけど、あ、お仕事大丈夫あ、そうなん会社の名前は今日伏せようってとこだったけど、まあ京都ぐらい大丈夫。でも大丈夫、沖縄よりは、うん、全然広いし大丈夫大丈夫、その辺は。まあ、うんうん、じゃ京都で、やってたと。だから何個かあんの、そういうどの好きな県に行けんの。とりあえず学校卒業したらとりあえず季節行くかみたいな感じで、みんなあの季節行ってると思う。なるほどなるほど。っていうところはあるんですけど、まあ、僕の場合はちょっと高校卒業してから、うん、まあ、ちょっと時間が空いて、うん、まあ、行ったんですけど、季節は基本やっぱ工場に入って働くっていう形なので。あ、じゃあ結構季節っていう、もうイコール工場っていう意識で大丈夫、製造業っていうもう形で捉えてもらってもいいと思います、ね。あ、なるほどなるほどなるほど、はい。え、何年ぐらいですか。僕はまあ1年ぐらいですかね。1年なかったぐらいなので。1年ぐらい行ってて、はい、約1年。アイキーは全く同じ好き。1年ぴったり1年。じゃあもう本当にこれより深い話もできないし、浅い話もできない。大丈夫、お前はすごい話あるだろ。あ、確かにな。季節労働に行ってマイナスな言うなよ。言っちゃったもん。ボソッと面白いこと言うの。俺の面白い話。最後にそこちょっと聞いてこう。行ったのに、行ったのに、さらに聞きます。どんな不利をや。じゃあまず季節労働のきっかけから聞いていきたいんだけど。きっかけですか、うん、やっぱ一番お金ですよね。まあ、それはそうだ、ね、一番の魅力ってそこだもんな。まずお金が、はい、じゃあ必要だったと。そうですね。で、あと僕もう一つ理由があって、うん、これから県内で僕ちょっと資格のお仕事をやるんですけど、うん、まあ、床屋さんなんですけど、うん、まあ、そのためにあの学費を稼ぐっていうのがまず一つと、うん、でもう一つが沖縄県で床屋さんをやるにあたって、うん、多分おそらくもうこれからは内地に出て働くってことないだろうなと思ったので、うんうん、まあ、経験として内地で働くのもいいかなと思って、うんうん、あ、まず2つ目の理由。じゃあ県外に行ってみてお仕事してみたいっていうところと、まあ、その資格を取るためにお金が必要だったって形だったよね、はい、なるほどなるほどっていうところで、じゃあ1年行ってみて、この季節労働って誰でも行けるの、行こうと思ったら。そうですね、そもそも一応面接とかもあるんですけど、大体がハローワークとかに通って、で、あの希望の給与だったりとか時間帯だったりとか、うん、特に大事なのは場所とかなんですけど、寒い地域とかもあるので、やっぱそういう場所を選んで面接してって感じなんですけど、僕の知り合いでも、これ結構季節労働って誰でも受かるっていうみんな思ってるんですけど、うん、僕の友達面接で8回ぐらい落ちてるんですよ。いるよな、たまに。季節で8回落ちる？いるわよ、たまに。なんか分からんけどね。8回ぐらい。しかも、なぜか知らないんですけど、もう某大手自動車メーカーのところを8回、うんうんうん、同じところ8回受けて8回落ちてるんですよ。同じところだからかな。逆にその会社になんでそんなこだわってんのかな、その。なんか、健康診断とか。いやだ、あ、健康診断もあるんだ、最初に。あるんじゃない、多分。で、落ちたとか聞いたことあるけど、落ちるやついるみたい、確かに。じゃあ、手続きの流れとしては、まず最初に、まあ、そういったハローワークだったりとか、はい、まあ、あと求人誌にも持ってるよね、そうですね、派遣会社とかも。僕、それで入ったんですよ。あ、求人誌を見て、その場所に電話して。電話してで、僕のところは登録会っていう形の流れだったので、面接とかは特になくて、もう登録してすぐ。
あ、行ける感じで。いついつに行ってくださいって言って。へえ。あの一つ NG だったのが、これ結構大事だと思うんですけど、はい、あとタトゥーとかはめちゃくちゃやっぱ聞かれましたね。ああ、じゃあタトゥー入ってる人は行けないとかあるんだ。厳しいところもやっぱ出てくる。そういうなんか見える位置にタトゥーがあると、反対の、はい、力がっていうイメージが取りづらい。そうかな。健康診断もあるの、さっき言ってた。聞かれはしますね。あの1年以内に大きい病気とかしましたか。あ、それぐらい。あ、じゃあなんか尿を出すとかそういうのはないんだ。場所によるんじゃない、もしかして。俺のところはなかったけど、友達が落ちた時はこれやったって言ってたけど、ね、あ、健康診断やって、うん、でそれでちょっと無理だったって感じなんだ、うん、なるほどな。でこれって実際まあ行ったら県外でお仕事するってことは、はい、住む場所とかってどうやって決めるの。ここ結構稼げる人と稼げない人の差が出てくるんですけど、結論のポイントだじゃん。僕が主に2つポイントがあって、うんうんうん、1つ目は寮に入って、はい、会社が用意してる寮に入って働く、うん、でもう1つが会社がアパートを借りてるんですけど、うん、それを1人暮らしという形式で働くっていうパターンなんですけど、月々の固定費が全く違うんですよ。これ僕最初結構分からなくて、めちゃくちゃ損したんですよね。え、どっちが正解なの？いい正解っていうか、お金を貯めたいって思いながら行く人はどっちがいいの？僕がやってた一人暮らしではなくて、みんなで集合住宅に、例えば一部屋ずつ、狭いですよ、うん、何畳ぐらいですかね、まあ、玄関ぐらい、大きい幼稚の玄関ぐらい、大きい幼稚の玄関ぐらいに一人ずつ、うん、あ、あ、もう見える玄関は壁とかはない。めちゃくちゃ薄い壁なので。そう、薄いな。隣で話してるかなぐらいある。 本当に。あ、でも見えはしないんだ、何してるかは別に。何をしたいって。何をしようとしてない。別に何しようとしてないけど、要はなんか、まあ、カーテンで仕切られてるぐらいのイメージ落ち着いていた。ピンサロじゃないんだからさ。すぐそういう。大丈夫。深夜は。そうなんだ。すぐだそうです。大丈夫。要は、じゃあまあ簡単にベニヤ板みたいな。言い過ぎるよ。ベニヤ板。もうそこまでではない。そんなちゃんと壁よ。ちゃんと壁なんだけど。これ開示状態、俺の頭の中。ベニヤなんて。そういう形ではない。じゃあちゃんとした壁ではあって、ね、人間の生活よ。ただでも電話してる声が聞こえるぐらいの薄さではある。じゃあ一応もう一人一部屋を与えられてる感じなの。お風呂とかもある。は大浴場。あ、僕の場合は一人暮らしだったので、うん、ちゃんと自分の、まあまあ、家のように別々なんですけど、うんうんうん、その量は大浴場、はい、で洗濯機とかも全部自分 で、はい、あ、自分でキッチンも共同。あ、共同 でトイレは。トイレも共同。共同で。ああ、なるほど。え、これって大体どれぐらい抑えられるの、一人暮らしする時と。で、僕友達からその寮の話聞いたんですけど、そこは月々に7000円ぐらい。月7000円で住めるの。住めるんですよ。だからいいんですよね。え、いくらなの。僕が入ってるところは会社が半分負担だったんですけど、それでも25000円。あ、25000円で。でも京都に住めんだ。へえ。でも25000円ってことはプラスのガス光熱費もよく出るので、別で全然本当に2万円ぐらい、もうスタートが貯められるんだ。違います。その寮にいると。へえ。え、アイキーは寮にいたの。いや、俺も同じ感じで後から知ったわけよ。で、俺なんかのところはこの会社がもう直接、いや俺派遣会社通してたわけよ、うんうんうん、直接そこにバイトみたいな形で社員じゃなくて入ったら、はい、もうこれ全部ただ寮とかもお金かからないし、あ、ただです。そうそうそう。俺なんかのところは、まあ、東京だったから高かったけど、うんうんうん、4万ぐらいかな月。まあ結構月4万。安いだろ。いや、東京で月4万ですね。八王子で超田舎で、だから4万。そう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 。へえ、そんな感じなんだ。そう。じゃあもう本当に最初の、じゃあ季節にこれから行きたいなって思う人のアドバイスとしては、まず寮に住んだ方がお金貯めるっていう目的であればいいかなっていう。そうそうそう、調べようと。まあまあ最初に。でも自由が欲しかったりするとやっぱ一人暮らしの方を選んだ方がいいでしょ、自分で借りて。そうです、目的にもやっぱよりますからね、まあ、そうそうそう、そういう人は。じゃあ寮は別に門限とかもなくって形なの。いや、あったと思うんですけど、ね、あるんだ。じゃあちょっと本当にもう金貯めたいだけだったらまあいいかなって感じなんだ。なるほどなるほどな。え、であっちにまあ実際に京都に行きましたってなった時に、この季節労働で大変だったと。どんなまずあれなのか聞いてもらえない。あ、確かに。
いろんな工場なんでしょ。いろんな工場の中でも違う。大きい部品扱うと、俺なんかはトラックだったから、もう全部がでかいわけよ。なるほどね。だから多分そういう小さ大きさとかあるんじゃないかな。じゃあ小さい、でも何の部品扱ってるか言ったらもう特定。あれなんかこの大きさ？なんかこの軽作業とかあるから、ね。ああそうです、ね、そういうの聞いた方がいいじゃん。どういう作業してる？これも全部教えるんですけど、うん、勉強の多分知識として。はい。で大きく分け切れるんですけど、うん、まず就労時間が長くて、うん、で時給が高いところで大体限られてて、うんうん、そういうところって自動車を作ってる大体会社なんですよ。自動車作ってる会社。自動車。ああ一緒だ。日野自動車。すごいでかいパーツをやっぱりほとんどもう体力仕事メインの。そうだな。仕事。そこが大体時給が1500とかなんですかね。1500ぐらい。ああじゃあ時給はもういい方なんだ、うん、それは。それがトップ。あトップ。季節労働のトップはもう1500円ぐらい。めちゃくちゃきつい。時給。あできついんだその場合って。でもアイキ何してたんだっけ。ハンマーでひたすら殴るっていう仕事で。あれ嘘で端折りすぎばよ。ああハンマーは使うよ。使うひたすら殴るはお前つけてる、うん、あつけてる。どんな仕事やん。ハンマー持って何すんのじゃ。でハンマー持ってまあ多分何も分からないと思うけど、まあ、ピンを打つ、うん、スプリングラブがあのフレームあって、うんうん、トラックのそこの結構重要な部分をなんか最初の握力測定とか体力測定でこの力がある人はそこって分けられるわけ。張り切りすぎて一番いいところに連れて行かされるっていう。でもずっとハンマーで。でもハンマーとか、まあ、インパクトとかも使う人もそうかもしれんけど、このバネ指ってやつがあるわけ。多分こういう作業、うん、てかもう本当手が開かない。朝起きたらロッカーみたいな、本当に全然開かない状態になる。なるんだ。多分計算機は計算機で多分他のあれがあると思うけど。じゃあそういう代償もあるんだ。時給高いって言っても。ね、なんかなったのそういう。僕のところはやっぱその自動車を作ってるわけではなくて、その自動車のパーツ、うんうん、あのハイブリッドとかプリウスとかそういう車のこう、うん、バッテリーとかを作る会社なんです。でもう出るよ。大丈夫。でやっぱそういうもうちっちゃい製品作ってる会社なので、もうなんか見た目で大体わかるじゃないですか。車作ってるところ、あ、まあ、電池作ってるところ、うん、まあ、どっちが楽かって言ったら確実に僕がやったところ、うん、楽ではあるんですけど、もう右から左に流れ部品を流していくっていう本当にその単純作業を12時間。12時間、はい、拘束時間が長いんですよね。1日12時間って働いていいやつ。いや大丈夫です。 あれじゃない、多分この休憩してればいいと思う。20分20分40分とかあるやつ。あーなるほど、ね、ちゃんと2時間途中やって12時間やって、はい、それを週にどんぐらい出んの。僕のところは4日働いて2日休んで、うん、で次の4日が夜勤で2日休んで、うん、次の4日が日勤。あー4日ずつ交互に。そうです。これ夜勤の時はもちろん高くなる。そうです。だから稼げるんですけど。あ、夜勤になると時給くる。夜勤になると、僕のところが1000、通常1300円だったので、あ、それが1500円になる。1.25 倍ですかね。1000、1.5 ぐらいですか、だったでしたかね。ちょっと覚えてないですけど、ね。あ、やっぱ夜勤入った方が稼げる。あ、まあ、そうです。これ残業とかもある。あります、あります。あ、あるんだよ。終わりとか間に合わない。そうです。なるほどな、そういう形になってくるんだ。ハードだったのはこの12時間の拘束と、夜勤があるっていうのもやっぱ結構に人間の生活に反転しちゃうので、そこがやっぱしんどかったかなっていうところです。でも自動車とかよりは全然軽作業なので。俺なんかのところは、まあ、俺は夜勤がないから入ったんだけど、うんうん、夜勤がなかったからっていうのもまたちょっと楽かもな、うん、あと土日祝日休みっていう、まあ、世間と時間のズレはなくなる。合わせることができて、うん、じゃあ本当に場所選びってかなり最初大事なんだ。大事です。夜勤あるないとか大事です。時給で選ぶとかどういう作業をするのかとかで、やっぱ高いとこ行くと代償を負うこともあるっていう。じゃあ一日のタイムスケジュールとしては本当に12時間仕事して、そうもう持ち帰って寝るだけですね。本当にもういや休みの日遊びに行けるけど、あとはもう帰って寝る。日勤って何時間何時なの。9時9時です。どっちも9時9時。9時9時どっちも。やば。すごいな。かっこすぎない。本当に金すごい。うん、金貯まるな、まあ、これは。うん、で、
実際にこのお金事情とかっていうのを言えたりする、うん、月にどれぐらいもらえるんですか。全然、やっぱ出その月の日数によって変わるんですけど、平均は総支給で20それでも28給ぐらいしかなくて、28万とか総支給で、そこから保険とか引かれていくので、うん、もう手取り20残ってさ、そこから家賃光熱費ガスとかやっぱ引かれるのでって考えるとあまり美味しくはない場所。そしたらもう本当に自分で自由に使えるのって言ったらもう10何万とかの世界で、うん、そこからまた貯金するために貯めていかない。そうです。じゃあ高いとこでそれってじゃ季節労働のいいとこってお金ってなってるのに、実際もう給料は30万とかって書かれてるさ、求人でなんか35万とか40万稼げますみたいな、はいはいはい、でも結局残るのってそんなもんなの。そうっすね、あれ結構求人誌ってなんか、うん、多分よ、あのそっちはどうか分からんけど、あれあったんじゃない、満了期間って言って。ああ、そうです。僕らそれがなくて、え、結構そこも大事なんですよ。ちょっと待って、え、行く意味ないじゃん。そうです、そうです、僕はそこで結構ミスって。ああ、そういうのもあるんだ。満了金はないです。って初めて聞いた。満了金があると最後にでも入ってくる。いや、これ3ヶ月ごととか半年ごととかあるんだけど、もう3ヶ月ごとで俺のところも結構15万と20万と。あ、満了金。結構もらえるわけ。要はこれぐらいちゃんとあんたやり頑張ったねっていう。うん、うん、ボーナスみたいな。そう。で最後退職金ももらえるし。なるほど。じゃあ結構もらえたんだ。じゃあいいところの方かもしれない。ああ、お前が言ってたとこは、うん、で帰ってきていくらだ。マイナス200万。マイナス200万, マイナス200万。そんないいとこ行って帰ってきてマイナス。だからまあ季節労働行って全員が貯まるかって言ったらマイナスになる人もいる。もうあっちの遊び覚えちゃう。そうだな。なるほど、ね、もうおっさんと毎日土日競馬新聞握るし、うん、やってたんだ。そう、歯が上全部ないおっさんと。やっぱ多重債務者って歯がないのが特徴って聞いたけど。お前それはお前それテレビでやってた。いや、お前それ言い過ぎだって。本当に特徴も歯がないって。歯がないのが 何の特徴。特徴もうその債務者だった。お前さ、やってたテレビで。もうこれは俺じゃなくて、あの林修先生が。めっちゃ責任転嫁してやってたやつね。そうかじゃあ行って200万の人もいれば、まあ、ある程度じゃあ溜まってきたんだ森明は。そうですね、貯めて、はい、あ、じゃあ貯めることができて、え、これなんか行って、まあみんなお金貯めたいわけだけど、どうやって貯めるポイントとかある。うーん、やっぱ月の固定費どんだけ抑えるか、ね、抑えられるかがまず。そこだけ。食費とかどうだった一人暮らし。ああ、でも僕結構朝とか抜いてたりとかし、やっぱして調整とかしてたので、社員食堂とかあったんじゃない。社員食堂はありますね。ああ、そこ安く。そういうところで食べたりとか。そうです。あ、じゃあもういかに食費抑えて、はい、じゃあ土日とかもあんま遊びに行けないの実際。あまり遊べないですよね。疲れてるしね。本当にじゃあお前遊んでたからマイナス200万だ。何わかるって。遊び方法。でも最後の部屋も慣れてくんじゃん、半年ぐらいからしたら。そうですね。生活にも慣れてきて、うん、慣れてきて、じゃあもう最後にあとある程度慣れてきたなと思ったらもう帰るみたいな。ね、更新は何でしょ、もともと決めてたんですか、期間は。あ、もう期間自体はもう1年で貯めて、はい、美容師の夢を、はい、もう貯めてもたまらなくてももう1年時間がもったいないなと。あ、なるほど、夢を決めてっていう形で行ったっていうことで、はい、まあ結果1年で、はい、まあ、必要なお金も貯めることができてっていう形で、はい、じゃあこれはもう成功事例と失敗事例がちょうど2人季節労働でいたんで、まあ行きたいなって考えてる人とかは結構いい話が聞けたっていうか、全然俺も知らなかったから、はい、最後ちょっと辞めるときさ、はい、やばい、引き止められなかった。やっぱりいないさ、こんな、ね、1年って多分多い方だと思うから、なんて言って辞めた。僕はもうシンプルにやっぱりやりたいことがあるからっていうことでもう辞めて。あ、じゃあもうそれでも引き止める会社もあってっていうところで。そうだね。じゃあ結構気を強く持って、そうだな、最後は、やめないといけなくなる状態になるっていうところで、まあ、そういう形で今日は季節労働について、もっと深く聞いてきたんですけど、もうそろそろ、お時間にもなってくるので、はい、今日はこの辺で、はい、終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、まあ、また来週も、素敵なゲストさんをお呼びして、また今回とは全然違うような業種の方を、ゲストにお呼びする予定なので、ぜひ興味ある、まあ、何も言ってないけど、まあ、はい、聞いていてもらったらと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ